飲んでマイナス10キロ痩せるリンゴ酢ドリンクレシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひそちらも受け取ってください。それでは1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢ドリンクを飲むと痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきます。はい、ポイントは4つあります。1つ目は腸内環境を整える材料を使っているからです。2つ目は太るもと血糖値の急上昇、イコール脂肪が溜め込むっていうね、この状態をグッと下げてくれる効果があるから。で3つ目脂肪をどんどん燃やしてくれるから。そして4つ目弱アルカリ性に体内を戻してくれるから。これはですね、やっぱりお食事をとりますと、大なり小なり体の中が酸性へと傾いてしまうんですよね。でこの酸性の状態だと臓器、要は体の機能がねうまく働くことができない、要するにパフォーマンスがドーンとね落ちてしまうわけですよね。ところがこのリンゴ酢を飲むことで体内を弱アルカリ性へとこうねグーッと引き戻してくれる効果がある。結果この状態が一番臓器がね、こう心地よく、やったー気持ちよく働けるわーって言ってね働いてくれるわけです。そういった状態にいかに早く戻してあげることができるかっていうのが痩せるポイントになるわけです。では2つ目の項目です。何を使ってこの痩せるドリンク作れるのでしょうかということで、材料が持つそれぞれの痩せる効果についてお伝えしていきますね。まずベースはもうリンゴ酢です。で数多くあるお酢の中でもこのリンゴ酢が一番痩せ効果が高い。その理由は後からお伝えしますが、まずは脂肪燃焼を促進してくれたり、基礎代謝を上げてくれたり、結果脂肪がつきにくくなって、血糖値の急上昇も抑えてくれますよっていう効果がリンゴ酢にはあります。そして先ほど少し触れましたが、数多くあるお酢の中でなぜリンゴ酢がダイエットに一番おすすめなのかという理由はここです。酢酸の働きが一番リンゴ酢がね大きいからなんですよね。この酢酸の働きがあるおかげであなたの腸がねもうどんどん元気になってくれるんですよね。そうすると結果やっぱり代謝が上がって痩せやすくなるわけです。でまたもうプラスアルファですね、満腹感を抑えてくれます。要は食欲をね抑えて、満腹感が得やすいですね、得やすいので結果食欲を抑えてくれる効果があります。そしてカリウムも豊富なのでむくみ改善効果も期待できるんですよ。そしてワンポイントアドバイスなんですけれども、いくらね痩せるリンゴ酢とはいえ選び方を間違ってしまっては逆効果です。選ぶポイントは裏の原材料名のところにリンゴ果汁 100% のみでできているものを選んでください。でプラス有機だったりオーガニック栽培だったり JAS マークがついているのが安心安全のものになります。でもちろん無添加であることが大前提ですよね。もうこの材料だけですから、香料や着色料、保存料などなど、あと加糖ブドウと液糖とかね、スクラロースとかそういった人工甘味料とかも余計なものがねいっぱい入っている、残念なリンゴ酢さんたちもねいらっしゃいますから、そういったものをあなたはね選ばないように気をつけていきましょう。そして今回使うフルーツがあります。マンゴーです。私マンゴーもね大好きなんですね。宮崎県ねマンゴー有名ですよね。宮崎旅行行った時もねもうほんとマンゴー美味しくいただいたね思い出があるなとか思って今思い出してたんですけれども、いかがですか。マンゴーってほんとね甘くてダイエット向きなのって思う方も多いと思うんですけれども、適量でしたら痩せ効果あるんですよ。腸内環境を整えるために必要な食物繊維がやっぱりね多く含まれているんですよね。そのことで太るもと血糖値の急上昇も抑えてくれたり、またコレステロール値も下げてくれたりっていうね、こういった嬉しい効果もあります。そしてまたねマンゴーもカリウムが入ってますからむくみ改善効果もあるので、先ほどのリンゴ酢ともダブルでねダブル効果でちょっとねむくみも改善していただきたいなと思います。はい、そして最後は蜂蜜を使います。特にねもう先生その甘みいりませんっていう方は無理に蜂蜜入れなくてもいいんですけれども、蜂蜜入れますとねまたお子様でも飲みやすいかなと思います。で私のねJK 高校3年生の娘も今ねもう受験生のその真っ只中なわけでもすごく疲れてるんですよね。もう学校に部活に塾にの繰り返しのルーティンでもうヘトヘトなんです。そんな時にですねやっぱり一日終わった後にちょっとこのリンゴ酢私いつも作ってあげるんですけれども、やっ
っぱりさっとね疲れも取れますし、こう酸性に傾いた体をこうパッとね弱アルカリ性に戻すことで、その娘のね、まあ、臓器の機能もこうグッと阻害してあげたいと思ってね、こういつも作ってるんですよね。その時にやっぱりね夜になるんですね、飲ませる時が。その時にやっぱり白砂糖たっぷりとか飲ませたくないです。そもそもあの我が家には白砂糖を置いてないんですけれども、そもそも調味料で砂糖を置いてないんですけれど、その代わりに何を使ってるかというと、私は天然 100% のピュアの蜂蜜をね使うんです。で、蜂蜜ってすごいんですよ。脂肪燃焼効果もありますし、腸内環境を整えるオリゴ糖も入ってます。あとグルコン酸とかね、あとはポリフェノールも入ってますから、脂肪燃焼効果もここにさらに入りますし、なんといっても栄養価が高いんですよね。とっても大事ですよね。栄養不足のままだといくら頑張ったって痩せることでできませんよね。なぜかというと痩せホルモンを作る材料がないわけですから、もうそもそも無理っていう話ですよね。その時にやっぱりダイエット中だからこそ特にやっぱりね栄養バランスは気をつける必要があるんですね。その時に使える甘味料としては蜂蜜が私はおすすめです。では3つ目の項目です。どのように作るんでしょうかということで、今回材料と作り方、そして実演の動画をご準備しております。あと最後に痩せる効果を高める具体的な飲み方注意点ねお伝えしていきますね。まずは材料、原液になりますよ。このまま飲むわけではなくって、あのお水にね混ぜて研いで飲みます。でまず材料、良質の良いリンゴ酢 200ml に対してマンゴー、私は今回ですね、ローソンさんで冷凍マンゴーが売っていたので冷凍マンゴーを使ってみました。 100g、 そして蜂蜜が大さじ3、必要ない方は無理入れなくてもいいです。あとはこれらの材料を入れる保存容器を1個ご準備ください。できればしっかりね蓋ができるガラス瓶がおすすめです。ではここから作り方です。先ほどの材料ですね、保存容器に全部入れましょう。そしてそのまま半日常温で置いてください。そこから冷蔵庫に一旦入れます。ですぐにねちょっと飲めないんですよね。やはり1日1回容器ごとこう振って混ぜていただいたのを、まあ、1週間続けてくださったら、まあ、ほぼ完成になります。でその後は天然水 200ml をご準備いただいて、そのお水に対して、まあ、この原液大さじ1杯程度を研いで飲むのがベストです。ではここから実際私が作っている実演動画ご準備しております。ご参考にご覧ください。どうぞ。実演動画いかがだったでしょうか。もう簡単に作れますか。ぜひ今すぐね作ってみてくださいね。そしてここから最後に効果的な痩せる飲み方についてお伝えしていきます。
やはりですね、食前に一杯飲むのがおすすめになります。なぜかというと、やっぱりお食事をとるときってどうしてもね、誰でもですよ、血糖値が上がりますよね。まあ、大事です、これはこれで。ただしそれが上がり続けるとね、その間にどんどん脂肪が溜まっちゃうっていう、これを何とかしたいわけですよね、私たちは。その時にこのリンゴ酢を飲むことで、その急上昇をねぐっと抑えてくれる、イコール脂肪を溜め込みにくくすることができるので、もうこれだけでも断然違うわけですよね。だって今まで通り同じものを食べてるにもかかわらず、リンゴ酢を食前飲むだけでそれを抑えることができるんですよ。結果脂肪を溜め込む量が変わるっていうことはね、これはね味方につけた方が絶対いいですよね。ただしですね、どんなにいいリンゴ酢ドリンクでも1日2杯までにしましょうね。これをね何十杯飲んだところで効果はそんなにね変わらなかったっていうね、エビデンスもあるぐらいですから、そんなに頑張らなくても大丈夫です。そしてまずは体質改善も含めまして、12週間は毎日コツコツ続けてみてくださいね。そんなね1日2日で変わるものではありません。ただし、もしこう胃の調子が悪いとか、ちょっと弱ってるなんていう時は、リンゴ酢はちょっと刺激が強すぎますから NG です。ちょっと控えましょうね。もちろん、もうお腹ペコペコの時でいきなりそばとかね、飲んでしまわれますと、胸焼けするかもしれませんし、体調を崩す原因にもなりますから、くれぐれも飲み方には注意してください。そしてもっと痩せるポイントがあります。それは、常温やお湯割りで飲むことです。決してここでもキンキンに作っておいてね、冷蔵庫で常にこう冷やしたものを飲むとか、プラス氷をガンガン入れるとか、そういった冷たいリンゴ酢はダメです。太ってしまいます。なぜかというと、残念ながら冷たいっていうのは腸を冷やします。そうすると腸が動かなくなって代謝が落ちて太ってしまいますから、逆効果ですので、飲むその温度もとっても左右してきますから、ぜひ常温かホットで飲むのがおすすめということになります。さあ、いかがだったでしょうか。今回は痩せ効果の高いリンゴ酢を使った美味しいサワードリンクをお伝えしました。ぜひあなたのダイエットにお役立ていただければと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。